な。ふふー、簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。何を作ろうかな。ふふーか、どれを使おう。どれを、おっ、よし。で、その特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふー、簡単。どれを使おう。どれを使おう。あれ、よし。で、その特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーか、どれを使おう。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 これで、よし、初めて。うわ、新しい特性ができちゃったよ。何を作ろう。ふふーん、簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。どれを、おっ、よし。で、その特性をつけよう。何を作ろうかな。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これでオッケー。よし、始めて。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単か。どれを使おう。これ、よし。で、その特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単。どれを使おう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 。これ、よし。で、その特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これで、よし、始めるよ。できた。その特性をつけよう。何を
使おう。どれを使おう。どれを使おう。これでオッケー。よーし、できた。どの特性をつけよう。何を作ろう。簡単簡単。どれを使おう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 。これでオッケー。よーし、始めて。わあ、新しい特性ができちゃったよ。気持ちいい。すごいね。これメルルちゃんが頑張って発展させたんでしょ。私だけの力じゃないですけど、風車もできて風の力を利用できるようになったんですよ。へえ、すごいな。みんなの力があればこんなこともできる。
けるようになるんだね。何をはしゃいでるのよ。風車なんか珍しくもないでしょ。さてと、私はちょっとその辺で採取してきますから、あとはミミさん。大丈夫よ。トトリは私が見ておいてあげるから。待ってよメルルちゃん、今日は私が最初のこといろいろ教えてあげるって約束でしょ。今すぐじゃなくてもいいかなって。ですよねミミさん。そうね、ちょっと二人で休憩してからでも遅くないんじゃないかしらとか。そういうわけにはいかないよ。せっかくミミちゃんにも護衛をお願いしてるわけだし、しっかり教えてあげなくっちゃ。ミミちゃんが見ててくれるなら何の心配もいらないよね。よろしくねミミちゃん。え？あ、うん、はい、どうぞごゆっくり。この草は根っこよりも実は葉っぱの方が効果が高いんだよ。だから採取するときは上の方だけ取って、このぐらいでいいですか。そうそう、根っこごと抜いちゃうよりその方が早くまた生えてくるから覚えておくといいよ。はい。あ、それからこっちのやつなんですけど。あ、それはね、ちょっとコツがいるんだけど。なんでこうなっちゃうのよ。せっかくトトリと水いらずで、あんな話やこんな話を。メルル姫もしっかり教わっちゃって、もう気を利かせてくれたのは最初だけじゃないの。とはいえ、はい、それじゃあ教えた通りにやってみて。こうかな。よいしょ。あっ、綺麗に採取できました。そうそう、上手上手。コツをつかんだみたいだねメルルちゃん。その調子で他の素材も集めていこう。ありがとうございます。よし、頑張ります。あれはあれでトトリも楽しそうだし、あの子たちが幸せならそれはそれで良かったのかもしれないわね。これはやれやれ、しょうがないわね。あれだけトトリに頼まれちゃったし、ちゃんと私もお仕事してあげるわ。でもちょっとだけ焼けるわね。私もトトリとあんな感じで仲良くしたかったのに。
気づいてないよ。今のうち。この調子だよ。あら、また強くなってしまったわね。動く前に終わらせるわ。やっ、そうね、楽勝だったね。この調子だよ。気づいてないよ。今のうち。そうね、楽勝だったね。この調子だよ。
使おう。どれを使おう。おっと、見たことない効果ができちゃうかも。よし、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。おっと、見たことない。どれを使おう。お、よし、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。おっと、よし、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単。どれを使おう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 。よし、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。こんにちは。どれを使おう。これ、よし、できた。どの特性をつけよう。何を作ろう。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。お、よし、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これで OK。 よし、どの特性をつけよう。さてと、今日の予定は。え、今日って確か。失礼します。姫様、準備はできていらっしゃいますか。お迎えに上がりました。ありがとう、ルーフェス。で、何の。本日は合併記念式典の予行演習と打ち合わせを行う日なのですが、まさかご存じないとでも。あまり記憶にないけど。っていうか、合併記念式典って何。アーランド共和国と合併して
バールズが新しい一歩を踏み出すための記念の式典ですよ。我が国にとって大切な催しです。同時にアールズ王国にとって最後の行事にもなります。姫様には何をおいても出席してもらわねばなりません。そっか、アールズ王国ってもうすぐなくなっちゃうんだよね。わかった、出席するよ。私がお姫様でいれるのもあと少し。お姫様には未練はないけど、でも君がなくなっちゃうのはやっぱり寂しいな。そろそろ予行演習が始まります。ちゃんと準備していかないとまたルーフェスさんに怒られちゃいますよ。ルーフェスに怒られるか。私が姫じゃなくなったらそんなこともなくなるのかな。メルル、アールズがアーランドになってもケーナはずっと私と一緒にいてくれる？当たり前でしょ。そんなこと言わなくてもわかるじゃないですか。国がなくなっても姫じゃなくなっても、いろんなことが変わっても私たちは変わりません。私はずっとずっとメルルと一緒です。ずっと一緒か。そうだよね、ケーナと私、今までもこれからも。それってなんだかいいね。さあ準備をしましょう。お召し物はそれでいいですか？着替えさせてもらうのはさすがにこれで最後かな。それもずっとですよ。この先もいつまでも。これから先も迷惑かけると思うけど、よろしくね、ケーナ。先生たちまだ帰ってないみたい。先に休ませてもらおう。はあ、疲れた。みんな笑ってたな。すごく嬉しそうだった。これで終わりなんだなって思ってたけど、違うのかもしれないな。今ならわかる気がする。あの時私が錬金術に見たもの、それは私自身の可能性。あの日から私は走り出したんだ。可能性を大事に抱えて。残りの期間もあと少し。よーし、アールズがアーランドになるまで悔いが残らないように頑張ろう。何を作ろうかな。くっくー、どれを使おう、どれを使おう、どれを使おう。おー、よーし、鉄砲の特性をつけよう。何を作ろうかな。ふっふー、簡単。どれを使おう。
待って、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふん、簡単簡単。どれを使おう、どれを使おう。これでオッケー。よし、できた。どの特性をつけよう。何を作ろうかな。ふふん、どれを使おう、どれを使おう、どれを使おう。おっと、見たこと。どれを使おう。お、よし、できた。何を作ろうかな。どれを使おう、どれを使おう、どれを使おう。おっ、よし、さて、どの特性をつけよう。何を作ろうかな。これでいいんだな。よし。の。何を作ろうかな。ふふん。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。おっと、見たこと。よし。どの特性をつけよう。何を作ろう。何を作ろうかな。何を作ろう。しようかな。あ、何を作ってもらおうかな。よし。あ、何を作ってもらおうかな。よし。Thank you.
よ。護衛をお願いしようかな。ああ。こいつでいいんだな。よっ。こいつでいいんだな。これは姫様。護衛をお願いしようかな。どうしようかな。かしこまりました。
かな。ふふん、簡単簡単。どれを使おう、どれを使おう。これでオッケー。よーし、始めるよ。えっ、うわー、新しい特性ができちゃったよ。何を作ろうかな。こいつでいいんだな。こいつでいいんだな。こいつでいいんだな。え？ご指名。